ハジアグス・サリムは、インドネシアの外交官、政治家。インドネシア共和国憲法制定に主導的役割を果たし、1947年から1949年にかけて外務大臣を務めた。1884年に、西スマトラ州、アガムで生まれる。生まれた時の名前は、ムスドゥルハクであり、アグスは通称だった。父、スタン・ムハマット・サリムは、 高等裁判所の検察官を務め、オランダ女王ウィルヘルミナから最高文民勲章を授与されている。1890年にヨーロッパ人小学校に入学し、イスラム教の研究を進めて1897年に卒業する。卒業後は、法芸バーガー学校に進学し、19歳の時に主席となる。サリムは研究のため植民地政府に、 奨学金を申請するが拒否されてしまう。その後、母の懇願により22歳で外交官となり、サウジアラビアジッタのオランダ領事館に通訳として赴任する。領事館ではオランダ領東、インドから来る人々の発地管理を担当していた。母の意図はサリムのおじでメッカのイマームをしているアフマドカティブからイスラム教を学ばせることにあった。 エレノア・アルーズベルトと談笑する、サリム1915年にサレカット・イスラムに参加する。サリムは指導者、ウマル・サイード・チョクロ・アミノトと親密な関係を築き、チョクロ・アミノトに次ぐナンバー2の地位を確立した。1934年に、チョクロ・アミノトが死去すると、公認の指導者となったが、運動方針をめぐって、主流派と対立したため、1937年に、 サレカットイスラムから追放された。この間、サリムは、故郷アガムに、現地人向けの公立学校を設立し、現地人教育に力を注いだ。3年後、サリムは、バタビアで通訳として働いた。1917年に、ナージャ、ボライプスとかの編集長を務め、同年から1919 19年までオランダ語新聞、ベテイビッシュニューズベラットの編集長を務めた。 同時期にインドネシアの独立と人権について記事を掲載している。1917年10月11日にはプログレスアズ・エプロパティケースと題した記事を掲載し、オランダがインドネシアの独立に反対する理由は経済感覚の欠如であり歴史を知らないと批判した。サリムは記事の中で奴隷制を例に挙げてインドネシアの人々が独立と 政治的権利を有しない限り、経済発展を遂げることは不可能と主張した。サリムの遺体と対面するスカルの太平洋、戦争末期には日本軍政下で独立準備調査会委員を務め、その他多数の独立準備組織に参加し、パンチャシラを含むインドネシア共和国憲法の起草に関わった。1947年3月にリンガジャティ協定が決裂すると、 サリムは代表団を率いてアラブ諸国を訪問しインドネシア独立の正当性を訴えた。サリムのアラビア語を駆使した交渉の結果、1947年6月10日にエジプトが7月にイラン帝国が11月24日にはサウジアラビアとレバノンがインドネシアの独立を承認した。交渉を終えて帰国したサリムは国民からの熱狂的な歓迎を受けた。 また、ニューヨークで開催された国際連合安全保障理事会にインドネシア代表団の一員として首相シャフリルと共に出席した。この間の1947年7月3日に外務大臣に就任し、シャフリル政権、アミル・サラフディン政権、モハマット・ハッタ政権の外交政策を担った。1954年にジャカルタで死去した。遺体は、 カリバタ英雄墓地に埋葬され、サリムは同墓地に埋葬された最初の人物となった。サリムが描かれた切手サリムはインドネシア独立運動とイスラム教の偉大な老人と呼ばれている。スカルノは史的な裏マーであり、イスラム科学と西洋の教えを融合したリーダーと表し、ハッタはアラブ諸国からの独立承認を取り付けたことは、 インドネシア独立に対するサリム最大の貢献だった、と評した。1961年にはインドネシア国家英雄に選ばれており、主要道路にはサリムの名前が付けられている。ありがとうございます。